政権交代が起きて、すぐに平成24年度の補正予算が作られまして、そしてそこで被災地ではありません、全国の公共事業を景気対策のために充実をさせようということで、結果どうなったか。ただでさえも足りない建設資材、コンクリートでありますとか、そういったもろもろの資材がまず高騰をしてしまった、あるいは被災現地に届かなくなってしまった、そして人手も不足をしてしまった。結果的にそうした被災地域の復旧の工事の入札もままならなくなった。これが私は今の与党が最初にやったことではないだろうかと思うわけであります。私はこのことに大変深い憤りを感じています。私どもは今度の選挙で暮らしを守る力になる、こういうことをお約束をしています。安倍政権が誕生して6ヶ月になりましたが、改めてここで皆さん立ち止まって、皆さんの暮らしが本当に良くなったか、そしてこれから良くなる可能性があるのかということを考えていただきたいと思います。